ジンさん1000円ありがとうございます。ワンピースと夢の果てについてです。ワンピースはポーネグリフと同じ素材で作った怒り付きの鎖が無数ついた機械。ルフィの夢の果てはみんなで何かをすること。大昔大陸は一つだったが、バラバラの実のせいで大陸はチリジリとなった。それをゴムゴムの実の覚醒で怒り付きの鎖をゴム製にして伸ばし全島へつなぐ。そして引っ張り一つの大きな大陸にする。そしてルフィの夢の果てが実現する。一つなぎのワンピースと。いやー、なるほどな。ルフィの夢の果てはみんなで何かをすること。夢の果て明確にこうということではなく、ざっくりこっち方面ではないかっていうのからスタートしていく感じなんだろうな、多分考察として。想像に想像を重ねていくところが若干あるから、ここでみんなの気持ちとしてん？ん？って多分なっちゃってる感じするね、ちょっとずつね。まずこっからだな。大昔大陸は一つだった、バラバラの実のせいでチリジリになった。ここにバラバラの実の覚醒とかっていうことをここで言っちゃうと、なんかクエスチョンになっちゃうんだろうね、聞いてる側がね。ありえるかな、バラバラの実の覚醒とか。だから昔大陸は一つだった、でそれを真実から遠ざけるために世界政府が今の地形にしたみたいな。バラバラの実じゃなくて、そこは何かは分かんないけどっていうことでいいと思うんだよな、多分。バラバラの実って言い切っちゃうと、そこに疑問が生まれちゃうみたいな。とにかく大陸は昔一つだったけど、誰かが何者かの手によって今の形、今のバラバラになってる今の世の中の土地になってった。でそれを一つにもう一回直したいと。ルフィは直して何をしたいかなんだろうな、多分。宴でいいのかな、世界中のみんなが参加できる大宴会でいいのかな、単純に。でそのためにはレッドラインが邪魔だし、みんなで一堂に会すにはバカでかい大陸が必要だし、バカでかい宴会場も必要だしっていうところで、それを現実のものとするためにニカの力とワンピースが必要みたいな。ワンピースの正体がこのパッと見でわかるものだとは思うんだよな。なんだろう、これも感覚的なものだから、それこそ想像じゃんになっちゃうのかもしれないですけど、ポーネグリフと同じ素材で作った怒り付きの鎖が無数ついた機械っていうのがワンピースの正体っていう考察なんですけど、なんかこれが夢の果て先行で、夢の果てを叶えるための、それを実現させるために都合のいい機械みたいな、なんか順番的に夢の果て先行でワンピースの正体がある感じするんですけど、こっち先行の方がいいんだろう。だから考え方としてはね、25年30年ルフィたちが冒険してラフテルで見つける宝って何なんだ、ルフィたちのご褒美になる宝って何なんだっていうところから考えて、それが夢の果てとも若干通じるというかね、なんかそんな感じで考えた方がいいような気はしていく。ただ考え方として、この世界、違和感だらけの青色の星、真実を探ろうとする者にとっては不都合すぎるね。この世界を分断するレッドラインがあり、グランドラインカウンベルトがあり、島は磁気を持ち、ログポースだけが頼りっていう、この異質すぎる、この世界がそもそも嘘なんじゃないかというかね、作られたものなんじゃないか、これをニカの能力で直すんじゃないかは、半分以上賛同というかね。だからこそ世界に大災害、その規模のこう地殻変動とかこう操作をすると大災害が起こるからこそのポセイドンであり箱舟ノアであるっていうね、大災害から身を守るための古代兵器っていうね、旧約聖書オマージュにもなっていくんでしょうけど、この辺は賛成ですね。一つなぎのワンピース、これがどうなるのかというとこかな。KT さんに役割ありがとうございます。麦わら帽子考察です。ズバリ、ゲンさんの風車と同じ役割、最後風車は必要なくなりベルメールさんの墓に。いやー、これもね、なんでこいつ傷だらけのなんかヒゲのおっさん帽子に風車つけて、なんなんだこれっていうの、もうワンピースの世界はなんかこういう変わったやつが描かれるのかみたいなね、なんか初見そんな風に俺なんかちょっと感じた記憶を覚えてるんだよな、若干。ただその風車は赤ん坊のナミがね、泣き止む唯一のおもちゃだったみたいなね、めちゃめちゃ完璧なる伏線回収のために配置されてたっていうね。お前はあの子の笑顔を奪うんじゃないぞっていうね、男と男の約束をルフィと交わしているわけですが、いやあれ熱かったな。うわ、でもそのレベルのなんか伏線回収はなんか残され待ってそうだよね。こんな意味あったんかいの麦わら帽子の役割。列島も、まあ初期設定、まあこれ40億巻にも麦わら帽子の
マーク、新時代のマークみたいなのが、まあ、小田先生のね、めちゃめちゃ丁寧に書かれてんだよね。現在の歌の衣装のマーク、ここに書いてあるこれは麦わら帽子を意味してて、綺麗な麦わら帽子が書かれてて、こう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 つってめちゃめちゃ不自然な形のルフィが子供の頃に書いた麦わら帽子のねマークに繋がっていく。俺たちの新時代のマークにしようぜ、やるよ持ってろみたいなね。どこが帽子なのっていう歌が言うぐらい本当に帽子に一見見えないみたいなね。これがだから本編にも絶対かかってくるはずだと私も踏んでおりまして、まあ、そういう意味で言ってもまあ仕掛けだよね。それもどういう風に関わってくるのがまあ難しいんですけどね。ポータンみたいにも見えると、なんかちっちゃい円と大きい円で真ん中に赤いリボンみたいな、これ子供が書くにしてもこんな形で書くみたいな。でまあひっくり返してね、歌の衣装には書いてあるんですけども、これ完全にドクロじゃないのっていうね。二つの円でこっちが小さくて頭蓋骨でっていう。でそれで言うとドクロの右目に黄金みたいな、ジャヤの地図とかっていうのはちょうどそこの部分でね、半分がノックアップストリームで上に上がって下の口部分のところが残されているっていう、まあ物語だったんですけど、なんかそことかの暗示とかで、それが新時代のマークだ、まあ無理やりだ、ルフィが絵が下手くそだからそういう風な不自然な絵になっちゃったっていうことで、表の意味としてはそれでもうクリアで OK だとして、でその下手くそな文字が実は空白の100年に起きたことの暗示になっているとか、そういうダブルミーニングを込めてるとなんか思うというかね、そんな感じなんだよな。ただあのノックアップストリームレベルの、だからまあやっぱレッドラインとかだろうね。レッドラインの成り立ちとか、青色の星レベルの仕掛けが麦わら帽子になんかありそうな感じというかね。新時代のマーク、うん。JK さん600人ありがとうございます。お疲れ様です。世界政府がウラヌスを持っていて、それに対抗するためにアラバスタがウォーターセブンにプルトンを作って隠し持っていたということはないでしょうか。その後今はワノ国にある。それの具体的なプルトンがバカの手に渡って、それを暴走するためにプルトンの設計図があると、でそこまではまあ理解できる話なんですけど、それ具体的にどういう絵面になるのかっていうね。プルトンっていう、例えば戦艦ヤマトみたいな砲台を持った船があって、それがバカの手に渡って暴走して、それと同じ船を作って普通に戦いみたいになるのかな。暴走を止めるの意味が分かんない。でそれで言うと今回のウラヌスが出てきたんで、それを止めるためにプルトンがあるとしたら、プルトンはどういう攻撃なのかみたいな。プルトンは攻撃というか防御なのかな。壁を操って、うわーでもなんかワノ国をこう岩で囲んだみたいなのあるんですけど、これ屋根みたいにもできたら守れんのかな、ウラヌスの攻撃から。いやでもそうなるとプルトンがこうね、岩でガードできる古代兵器だとして、これバカの手に渡ったらどうなるんだっていうね。岩でガードできるのがプルトンで、それがバカの手に渡って、同じプルトンをもう一個作って、どうやって岩をガードできる船が2個あって、どういう戦いになるんだとかね。ややこしいよね、その辺精査したいね。ちょっとねその辺を考えようがありすぎる。匿名メールさん600人ありがとうございます。お疲れ様です。今回ボニーが、ノーブラであることがほぼ確定しましたね。思えばワンピースでは水着はあっても下着をつけてる描写はあまりないんじゃないかと気づきました。ブルックのパンツ見せてもらってもを、波が堅くなに拒み続けるのは実はパンツを履いてないことへの伏線ではと思ったんですが、どう思いますか。何なんだよこれ、長文で何言ってんだよこれ。それ確認しようがないからね。だからあれかとか、フィギュアでフィギュアをね、あのエロい気持ちでフィギュアをこう見るとちゃんとパンツ履いてらっしゃるんで、まさかのみんなのパンガチ考察さん。ただフィギュアっていうのを小田先生がどこまで感知してるかわかりませんのでね、映画とかと同じで、それが本編に直接つながるかどうかっていうのはわからないと。だからフィギュアで確認し、下着を履いていたからといって、それがワンピース本編でも 100% そうなのかっていうのはわからないと。ちゃっかりチェックしてるもんですよ。いや、それはなんかするでしょ、チェックは。一応ね。フィギュアで確認してる姿にな。それがパラレルワールドかもしれませんし、そこは、本編とのね、確実に繋がっているとは言いにくいというところもございますんで、そこはね、夢とロマン、それを持った上で、いろいろ考えていきたいと。パンツ見せてもらっても、波が固くなに拒み続けるのは実はパンツを履いていないことへの伏線ではと思ったんですが、じゃねえよ。じゃねえんだよな。怖いよ、この考え方が。自分に都合をよく考えすぎなんだよな。いやー、パンツは見せないんだよな、まず。